み3980円、2本税込み6980円です。皆さん、こんなこと心当たりありませんか？もうね、毎日ね、帰ったら靴は脱いだまま放置してる。してます。で、同じ靴を何日も履き続けてると。履いてます。で、靴を脱いだらもわーんと嫌な蒸れた匂いで大ピンチ。だいたい学生とか、はい、フレッシュサラリーマンとかそうやよな。そうですよね、うん、男の匂いがする。そうですよね、うん、最近でも靴脱ぐ店とかも多いからね。そうです。脱いだ時嫌じゃないですか。で、なんかね、ちょっと靴がくたびれてるとか見てまうもんね、やっぱり。ピンチして汚いとか、はいはい、かわいい顔でもブサイクに見えなくたかったら、うん、もうこれを放っておくと、もう靴の中っていうのはもう嫌な匂いとか雑菌がね、大繁殖してしまうわけなんですよ、うん、よくね、これまで温風で靴をこう乾燥させるっていうものはあったと思うんですけれども、うんうん、はい、このリフレッシューズはなんと除菌脱臭までできてしまうんですよ、うん、なるほど。ということで、藤井さん、すいません、はい、これね、あのメーカーさんがもういつも履いてはる靴なんです、はい、うんうん、匂いをちょっと確かめていただけますか自分のやつ、そのやつ、これ、これ、はい、マジで食べてもええ。あ、もう嫌や、もう何、もういや、何やねんもう嫌、もう伝えべたや。結構しっかりした匂いがすると思うんですね。足のね、はい、うん、で、あ、もう嫌、はい、片方だけね、はい、あのこのリフレッシューズにかけておいたのがこっちです、うん、こっち、はい、どうぞ、はい、ちゃんと思い切り吸うてや、はい、何の匂いもしません。これだったら、はい、あの、回していただいても、もうええわ。なんで知らん人の靴の匂いかがなんだ全然大丈夫、ゴムの匂い。そうなんです、それだけ違うんですよね。で、靴ってね、もう足の裏って臭いでしょ。すいません、マキちゃん、何の抵抗もなくよう匂ったね。うっさ、まさかそんな臭いと思わなかったんじゃ。めっちゃ臭い、ね、全然違うでしょ。何分やったらええの、それ。これね、だいたいあの1日もう30分ぐらいでいいんですけど、はい、もうきつい人やったらもう最初は2回やろうかなとかってやってもらったらいいです。めっちゃやらなきゃ。玄関に置いといてやったらいいね、夏は履く前に、はい、ね、もう毎日使ってもらってたら、もうそんなにね、1日何十分も何十分も毎日やらなくても良くなりますから。使い方は、はい、使い方なんですけどね、はい、まず靴をかけてもらいます。こんな風にね、はい、どっちでもいいの、はい、ここ、こうやってかけてもらいます、はい、あ、そうですね、こっち向けでかけてもらって、うん、はい、はい、でね、あの誤作動防止になってるんです。実はこれ紫外線を使いますので、子どもさんがね、誤作動しないように後ろにボタンがあるんですね。スイッチを入れていただきます、はい、でその後に前のボタンをポチッと押していっていただくと、タイマーで10分、20分、30分電源オフという風になってるんですね。はい、で紫外線使うということで、あのちゃんとね、靴がかかってないとスイッチは入らないようになっています。はい、で、あのショートブーツとか、そうなんです、なるんです。ほんまや、私たち今でも、もう春でも夏でもブーツ履きますからね。夏のブーツ悲惨ですもんね。悲惨でしょ、うん、もうあれだけでも履きたいよな。履きたい、かわいいもん。そうなんです、もう足の裏っていうのはね、1日にコップ1杯分もの汗をかくって言われてますよ ね、うん、ね、だからもう靴の中っていうのは、その汗とで角質剥がれ落ちたのが入ったりとかしててね、それで嫌な匂いがしたりとか、もうバイ菌がもう大繁殖するわけなんですよ、うん、でもうそういう時にこそもうこれを使っていただきたいんですね、はい、なんとじゃん、ほら、もうね、足臭いとか水虫さんとかの、その水虫の元って言われてるのがこの白癬菌です。はい、はい、これをね、紫外線を照射することで、なんと 99.9% も除菌してくれるんです、はい、さらには悪臭の元でありますイソキチソウ酸、これもしっかりとやっつけてくれるんですね。なるほど。で、この30分後の数値っていうのが、これがね、元の靴の匂いぐらいのレベルまでしっかりとやってくれるんです。で、しっかりね、45度の温風も出てます、うん、だからもうあとした蒸れとかもしっかり、もうその辺はもうこれコンパクトなんでね、うん、もう玄関に置いといてもらって、ね、欲しい。うちも弟足臭いんですよ、ね、でしょ、うん、私もね、旦那とか子供の靴臭いわと思って、もう毎日使ったんです、うん、でも意外と臭かったんが自分の靴だったんですよね、うん、おいくらですか。はい、もうこれね、ぜひぜひ毎日使ってください。あ、もうそれカチカチって、はい、あ、そんな軽いでしょ、リンゴさん。場所取らんからね。そうなんです、うん、もうぜひ毎日使っていただくのにおすすめです、はい、リフレッシューズはお値段1台税込みで1万2800円です、うん、そしてですね、今回前中市場だけの特典といたしまして、こうやってね、ミュールとかサンダルとかを使っていただくときにしっかりとね、除菌消臭してほしいので、ね、この、はい、シューカバーですね、あ、これ3日間限定でお付けいたします、はい、はい、
でも、まあ、今回初登場やんか、はい、初登場です。もう一個なんかサービスがなんかあったら嬉しいな、うん、サービス送料はいや送料の方はちょっといただくんですけれども、はい、でじゃああの私どもの方で他にちょっと扱っておりますあの歯ブラシの除菌機あの使い終わった後の歯ブラシを簡単に除菌することができるという歯ブラシケースがありましてでこちらの方をあの3日間限定で一つあのお付けさせていただきます。それが欲しいよ。気になりますね。あれでも結構高いんですよ。はい、ねえ、であれ欲しい人はあれを頼んでこれがついてきます。はい、お電話お待ちしてます。ほんまや。それ欲しいよ。11番リフレッシューズ税込み 12,800 円です。ここまでの商品をもう一度ご覧ください。8番リューモ M32 メモリー 4GB 税込み 7,980 円、 8GB 税込み 9,980 円、9番ロハシスモイスチャーライジングクリーム2個税込み 7,960 円、10番アマランスサンブロッククリーム1本税込み 3,980 円、2本税込み 6,980 円、11番リフレッシューズ税込み 12,800 円、お申し込みは 0120-848-949 本日早朝6時までと土曜から月曜の午前9時から午後6時まで、クレジットカード電子マネーもご利用いただけます。携帯サイトやホームページからもご注文いただけます。また阪急三番街、ナンバシティ、神戸国際会館内の各ショップでも商品をお試しいただけます。ファックス、おはがきでのご注文はご覧の真夜中市場まで。今日も欲しいもんいっぱいあったな、はい、これ良かったかな、あーバーム、私これ、あこれプレイヤーな、あたしがやっぱカタツムリ、私これです、これも良かったよね、これ単純で、ね、あで心はあのパンツが良かった、えこれかいな、すいません、あの横でわーってやったんだよ、大丈夫、だってあの人取り笑いも取ったからいいですか、そっち行ってくれて、はい、でもね、ほんまいろんな商品がね、みんないろんなこと悩んでますからね、機械に弱いとか、はい、ね、肌が弱いとか、まあ、いろんなことがございますので、ぜひ皆様ですね、これで解消していただきたいと思います。まきちゃん、今日どうもありがとうございました。それではまた来週で、ね、壊れちゃう、もうやだ、日本自身を勝手にもらって、時間がない、楽したい、得したい、そんなあなた、私山村もみじがお得な商品を月曜から金曜毎日お届けします。買い物探偵社シナモン、ぜひご覧ください。今回のももこのオーソレミーヨは、朝声声が食に関する気になるニュースを調査、グルメの街天まで一体何が、そして新感覚アイスクリームがついに関西上陸、面白かったです。ダイハツクーザ、あー危ないとかもう、 うわーとかもう自然にこう歓声が上がってしまうというか、どこを撮っても面白い。この夏は大阪中之島へ。まだの人いませんか？地デジカまだの人いませんか？特にお年寄りにとってテレビはとても大切なもの。あなたの周りのお年寄りは地デジカ住んでますか？あなたの周りのお年寄りに声をかけてあげてくださいね。電話急げ、デジサポへ。パーパッとチチン、プクプク早く治れ、プクプクしてきてる、貼った瞬間かさぶたの代わりになるから傷が早く治るのよ、お治ってる、早く治るバンドエイド、キスパーパッド、ジョンソン&ジョンソン。心は誰にも見えないけれど心遣いは見える。
思いは見えないけれど思いやりは誰にでも見える。小さい頃阪神大震災を経験しました。日本の強さは団結力です。僕も精一杯協力します。一人じゃない、みんながいる。世界中の人たちが日本を応援しています。みんなが笑顔になれますように。一人一人ができることをやりましょう。日本が一つのチームなんです。日本、日本、みんなであれば大きな力に。日本。こんにちは、こんにちは、ありがとう、ありがとうございます。魔法の言葉で楽しい仲間。挨拶するたび友達増えるね。こんにちは、こんにちは、ありがとう、ありがとうございます。魔法の言葉で楽しい仲間。挨拶するたび友達増えるね。こんにちは、こんにちは、ありがとう、ありがとうございます。魔法の言葉で楽しい仲間。挨拶するたび友達増えるね。